終わりました。お疲れ様、ありがとうございます。マスクしてないから、ダメだよ。いいよ。こんにちは。お疲れ様。ありがとうございます。来てくださった方は。またプレゼント見た、まいちゃん。めっちゃあれ楽しかった。皆さん、まいちゃんの彼女は私です。5人ぐらいに言われてんの、お前。じゃあ私本物です。アイカにも言われたし、でもマイちゃんこの前私承諾してくれたの覚えてるから。前忘れた。そんな承諾してもらったなんか5人ぐらい若なもやし。違う、それは違う。皆さんごめんなさい。だからマイちゃんは私のものです。みんなのものです。みんなのものです。皆さんのものです。たぬきさん。まいちゃんはみんなのものです。ありがとうございます。今日目元、そうキラキラしてた。もう全部落ちちゃったもん。まいちゃんのものです。ごめんなさい。いいね、肩揉んでもらった。眠たない。まいだけ。な、今にの寝るの。家とかでなの。ね、私こっから元気になる。なんかさらに寝るかい。やる。こんにちは。マイちゃんの滑舌やばいよな、やっぱマイちゃん。おさらー一緒。何だっけ。イートドッグ。滑舌やばいよな、思っててん今日夜。夜じゃない、最後締めの言葉言うときさ、ナンバー2客を通して皆さんに応援していただいたが言われへんくてさ滑舌が。ちょっと待ってね。バイバイみんな。こんにちは。ヘルコイン1回で待ってるよ、待ってますよ皆さん。こんにちは。ちょっとその椅子ちょうだい。ごめんね。ありがとう。もっと知らなし繊維やから重たいもの持ってみて。こっちの方がいいんちゃう？多分開くかも、そこ。ショールームの居場所がない。こんにちは。こんにちは。あ、今の前にした。あ、そうだ。ダメだよ。なんかチレス。あれ、アイエヌルさんに言ってたやつね。あれめっちゃ皆さん、アイエヌルさんマジでほんまに面白いから見てほしい。あのロケのやつほんまに面白い。マジで面白いから見てください。皆さん面白いからめっちゃ面白い。やっほー。娘つくろかび少女。声めっちゃ楽しかった。よかった、ありがとうございます。楽しかった、よかった。めっちゃ揺れちゃうねんなこれ。最近声めっちゃ当たる。いいやん。あれかな、に当たる人数増えた、あた、ん当たる人数増えたからかな。今日めっちゃ埋まってました、嬉しかった。8割。こんにちは。今丸ってか、え、昨日もすごかった。野球なんか試合見たらハマっちゃいますね。ヒッヒッヒ。まだシャツとか壁シャツ T シャツ多分ね更新、うん、また変わると思います。こんにちは。そう、和田美優プレゼント、大人の遊びをしようのやつです。マジでほんまに面白かった。ほんまに楽しかった。
マジで見てください皆さん。和田さんと前確かにミュート2人でなんかしたとかないかも今まで。マジで。ワイが言ってたあれわかります？和田ミュー、ショールームのあの顔の角度なんやねんってやつ。じゃミューさ、いつもなんかわかる？こんな感じミューのショールーム。これそうこのこと言ってて。公園入っても楽しかった。ありがとうございます。どうでしたか今日？今日は片耳がけ巻き下ろしでした。片耳巻き下ろし。夜どうしよう。え？だってさ、見て見て巻いてたのにさ、もうそうやってなっちゃいました。皆さん、まいちゃんの髪型ジムジムなんですけど。あの、いけだよそれは。いけだよそれは。また今度なし。関西人のいけたらする。アイカとお揃いにしたのに、私とお揃い。ちょっとあれな、アイカじゃないねん。あし、ひなたさんの真似をしたら、アイカの真似だった。拗ねてはるわ。え、そう、あれね、ワイナーさんのね、私らのやつめっちゃカットされてました。そう、結構、サンミューとかも結構言ってね。こんにちは。それでもね、いやなんか、それ私最初違うやつ打ちたんですよ。下やりたいことみたいな。でも、全然なんかいいのがなくて、で調べた結果、あ、このクラッシュボックスってとこやりたいってなって、でストレス発散になってた。台本見たらそんな台本というかストレスはねあんまりたまらないんですけど、ね、YNN のキャンプ大楽しみね。トゥルーパーパスのマイティ好き。やった。トゥルーパーパスめっちゃ好き。なんか曲調とかもめっちゃ好きです。ツイッターを見て YNN さんのツイッターを見て仲悪くなるよ。16日にキャンプがミュウとなんかミュウはワイのこと好きなんです。興味あった。ありましたね。確か。ああ間違えた。こんにちは。夜は髪型変えますよ。あんちゃんね今日はハーフツインでした。可愛かった。こんにちは。何しよっかな夜。でもくくるかな多分。ヒップホップとロックダンスちょっと苦手やね。え？難しい。その秋のキャンプ、え、キャンプいいよな。ほんまにそんなにいいですね。そうなんか髪質なのか汗のかきすぎなのかわからないんですけど。お疲れ様です。今日ね、こんにちは。めっちゃいらっしゃってたんです。私の押してくださってる方がもう嬉しくて嬉しくて。おお。ちょっと体に力入らない。僕にもいる。みたいな、もうびっくりした。明日入るよ。お見送りだ。あ、明日。あ、明日ミックスジュースさん。お待ちしております。怒られはしなかった。焼きマシュマロ好き。めっちゃ好き。もうめっちゃ好き。こんにちは。大きいブランドのバッグ。な、もうめっちゃびっくりした。だってさ、ほんまにあの前コーチとかそっち系のカバンと思ってたんです。あのトートバッグみたいな。そうじゃん。バカでかかった。あ、アイピ来た。マイちゃんやって。どうもマイちゃんのたまにちゃん。あ、それアイカの前出たらもうミサキの命なくなるで。マイちゃんの何？取り合いされてるやん。え、ユイナさんあれほんまにあれ持ち帰りはったで、あのカバン。そんなことを言って。
てくれるの。まいちゃん。さっきの私マネージャーさんさ、これはだからテンションフルーツをまいちゃんいいよって言ってくださったんですよ。うん。フルーツ食べます。そうだろ、教えて。私はどんなです。今日はあれやわ。コメント遅延しない皆さん。早いやろ今日。なぜなら眠たすぎて頭が回ってないです。そう、マネージャーさんに夜ご飯じゃない、お弁当を一緒にフルーツ買ってきてくださいって言ったんで、フルーツを多分買ってきてくれると思います。なんで味の欲しい人と一緒に対戦をさせてくれないんですか。本当に人生そっくりはある。これな、昼公演終わった後絶対眠たくなるんですよ。何時から何時までします、何時から何時までしますって、ちゃんと時間を決めてみんなと一緒にやってんのに、その時間にあったり全然。朝公園行くね。やばい。毎日じゃないんですけど、英語レッスンで毎日アンジも会いたいの。毎日喋るようにしてますね。もう今忘れてえ、じっちゃんの絵見たかった。どんなやったんやろ。いつも美味しいのでじっちゃんのやつまだ見てない。マイティにガッツやつ。いいやんね、大丈夫よ。多分マシュマロと口回れへん。口も回れへん。でも3時間後ぐらいにはシュギャーって言ってるから。なんか怒ってんねんけど。わざわざのアンジュのコミュニティの方がさ、この時間からこの時間までしますって言ってくれてやってんのにさ、全然のアンジュ推しの方と当たらへん。私はコンピューターに怒りたい、本当に。ダメだよアンジュ。たまにね、3回連続同じ方と当たる時とかあって、逆にちょっと申し訳なくなるんです。ごめんなさいってなっちゃう。アンジュは本当にコンピューターに怒りたい。アンジュママ、ちょっとあっちがアンジュいるんですよ。昼夜の2回公演で最初の席に持つの。なんで会わへんの。気合いです。ヒレアンジュって、なんでヒレアンジュって人。メール登録者やった。待っててねよ。マイティありがとう。マイティ友ちゃん達成さ、え、私もやってるんです。ちゃんともう昨日1日ほら見て、もういつでも寝れるでもいい。なんでワンちゃん怒っとる。アンジュの時計ずれてるんでしょ。だからさ、アンジュ推しの方と当たって嬉しさ、もうスタンプすごいよ。1回でときめきでしたっけ。2回目、3回目でキラメキか。コンピューターにいじられたらしい。わ、アンジュもクラッシュボックス行かない。確かにアンジュも、あ、見たで、見た、そう見たで。何を。マイチが物壊してるやつ、もう前暴れ回し、もう電子レンジぶっ壊してきた。え、私も、え、毎日今度一緒に行こう。そんなストレス溜まってんの。どないして。私が彼女じゃない。マジでややこしくなるそれ。私はみんなのマイティでいます。美咲のマイティ、美咲のマイティになっちゃった。あの全部ねコメント読んでます、読んでんですけど、口が追いつかなくて。全部見てるので皆さん安心してください。まいちゃんメイキ、もう前ちょっとヤンチーチックになってたからな、あの時は。パパッと振り回してた。寝違えて首痛い。なんか寝違えの最上級みたいな時たまにあるじゃないですか。もうどないしたんってぐらい痛い時あります。アンジュ結構喋るよ。横の人元気よ。まいちゃんは私の彼女で、私はまいちゃんの彼女です。まだね、どっちも彼女、どっ
っちも分かった。どういうこと？女同士だからどっちも分かった。ヤンティって人で。ヤンティ？ヤンティのパイ。あ、そういうことね。寝落ちやばいじゃん、しちゃおうかな。ありがとうございます。なんでやねん、コピーだ。ほんまになんでやねん。今からいつ帰るね。あー、ありがとうございます。とコメント皆さん読んでます。ただ、口画面に追いつかなくて。え、本当？ちょっと、メイク。じゃあまた見とこう。これさ、メイク直し、大丈夫かな、時間。絶対にもいろいろ壊してしかない。私、マジで。メイク直しに行かないといけないかな。ありがとうございます。今じゃ5分に登場したら焦る。今皆さん何時ですか？縦な、昨日な、たまたま寝る時間あるかな。5時公演よね。5時公演やったら4時半あんまないかな。お疲れ様です。さすがに夜勤終わりやから。え、夜勤終わりってさ、朝に終わるって言ったっけ。37分。ちょっと寝ようかな。夜帰りに備えて。あ、なんかお腹痛くなってきた。え、すごい。それは何の？え、あきら先生がな、何でのでマジャーしてくださってるらしい。え？ホタルの日がなんちゃらら、そうそう、ラッツでございます。ラララ、あ、うだったあかんか。これ買ってきてくれはるんちゃうかな。思ってまいちゃん、なんだよね。ちょ、みさきさ、全部買ってって言ってくる。でも買ったことない名前。今度な、絶対買って帰ったらかまん。みんなでお昼寝しましょう。もっともっとそこまで求めてないから大丈夫。あ、よくわかりましたね。お店が閉まる5分前ぐらいにホタルの光が鳴るんです。そう聞いてください。もうことさん、もう私のマイティーでやらせて。そうですよ。じゃあちょっとあれ読みますね。ランキング、13位、みものさん、ありがとうございます。12位、ひだやんさん、ありがとうございます。11位、よっぴー、ありがとうございます。マイティー。10位、のっぽさん、ありがとうございます。9位、しげやんさん、ありがとうございます。8位、吉村哲也さん、ありがとうございます。7位、雄大さん、ありがとうございます。6位、富士さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとふざけすぎた。5位、ゆりりん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位、コットンちゃん、ありがとうございます。コットンキャンディ。3位、あずみん、ありがとう、さっき来てくれて、さっきぶり。9位の方、ジュマさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。1位の方、SCさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。7位の方、ゆーちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、喜ぶ。髪型どうしよう。どうしよう、あんちゃん、髪型どうす。あ、読むがいいか。じゃあ、選択しないんだと。しません。ほら、言いましたよ。しーひんよ、今日は。今度ね、みさきちゃん。なんでやねん。エクセル。なんでやねん。あずみ、ありがとう。ありがとう、さっき見えてたよ。ありがとうございます、来てくれて。ありがとうございます。うん。
キさんありがとうございます。今のさゆなのやってるが完全にさあのお店のやってるなんて言ったのれん開けてる人見える？やっぱりマイティーする気ないって聞とるで。ね、それそれ絶対するよ、絶対するよ、絶対しない。いやだから前髪上げるなら前多分なセンあのセンターで分けたいかも、真ん中で。2位皆さん聞きましたか？でも聞きました。ムーチョさん曲がなかったらありがとう。あ、お昼やっけ夜やったっけ、来てくれた。僕見たで、ミサチョスが住んでてる。また夜公演終わった後に少量にします。ごきげんよう。ありがとう。ごきげんよう。バイバーイ。ありがとう、ムッツさん来てくれて。どうやった、かわいかった？お疲れ様です。お疲れ様です。マイキー、みさきちゃんとの信用を失う。平山前に信用ゼロ。ありがとうございます、むっちゃさん、また来てね。なんでなんで流行る第1位はゆうとくん、ありがとう。最近ありがとうじゃなくてね、ありがとうになったんです。なんでかわからんけど。ちょっと待って、ロレツ回ろうわ。中学生も聞いてくれない大人マイティ。まあ中学生が増えてる。平山ピンチだって。だって。平山ピンチ。ロレッツも言えてない。ありがとう。尻尾が痛い。尻尾ちゃうって。見てこっちやって。はい、ゆうとくんありがとう。また来てな。また来てくださいね。劇場公演。え、まいちゃん、しっぽ？え？しっぽが生えてるところ。え、じゃあ、しっぽ？え、しっぽないよね。え、しっぽない。生えてんの？あるあるある。ないって。ないって。ちょっと待って。なんか、しっぽの。ありがとうございました。そう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 、そこそこ、あの昔人間が生えてた動物。尻尾じゃん、尻尾。でも尻尾遠いわね。尻尾、尾てこですよね。尻尾、嘘やん。尻尾めっちゃ痛い。皆さん夜公演、夜公演どうしよっかな。髪型まあお楽しみにしててください。私はちょっと寝ようと思います。寝る時間あるかな。さっきの映像を見てなんかダメなとこ探してご飯食べてお昼公演、間違えた、夜公演に備えます。ありがとうございました。皆さんしっぽおやすみなさいって夜の公演みたいになってる。夜の公演終わりのショールームみたいになってるけど、今からですよ皆さん。ありがとうね、おやすみ、バイバイ、また後で。バイバーイ。